水色の機体が見えてきました。3年半以上の期間を経てコロナ禍を乗り越え、ソウル便が新潟空港に到着しました。感染症の影響で2020年3月から運休していた新潟とソウルを結ぶ定期便が今日3年7ヶ月ぶりに再開しました。観光です。コロナ禍でね、ここ数年海外旅行するのは随分ね、難しいような状況でしたので、この時は孫に会いに半年、はい、新潟で子供生まれて、そして戻った。運航は週3便でインバウンドの活性化にも期待が寄せられています。これが再開するということは本当に新潟にとってですね、飛躍の大きなきっかけになると思って大変嬉しく思っております。今日は新潟から韓国へ114人が旅立った一方、65人が韓国から新潟に降り立ちました。예전에제친구일본인친구가니가타에서일을했었는데니가타괜찮은곳이라고한번와보라고하더라고요근데이번에마침대한항공복항도하고해서한번이제시간내서오게됐습니다初めてです。もみじ。はい、紅葉。紅葉に見に。はい。こうした中、新発田市ではソウル線の再開に合わせて韓国の旅行事業者へ市の魅力をアピールするモニターツアーを企画。参加した8人がまず訪れたのは市内のゴルフ場です。久しぶりに、新潟ソウル便が再開されたということ で韓国でですね、今ものすごいゴルフ人気なので、アフターコロナで一気に反転攻勢かける、そういった大きいチャンスだなというふうに捉えています。参加者はスマートフォンで撮影するなどして場内の様子を記録していました。그리고도로에는전통가옥들이많이있어서관광객들이오기에는볼거리가많아서좋을것같아요올시즌끝나고내년정도되면좀더이렇게항공편이좀다양해지면서활성화될수있는기회가될수있을거라생각합니다大韓航空は今後運航日数の拡大も検討したいと話しますが、新潟の魅力、まあ私は正直いろんな魅力があると思いますけれども、ちょっとこの PR がちょっと足らない部分は正直あるかなと思って、頑張ってまいりたいと思いますし、いやそこは逆に言うと伸びしろがまだまだあると前向きに考えたいと思います。インバウンドを再び取り戻すため官民の連携した施策が求められます。